今回解説するのはアメリカ海軍の潜水艦、赤い魚、レッドフィッシュを解説していきます。名前の由来はアメリカ公文書によると、紅鮭やピンクサーモンなどの赤い色を発する、鮭類、から来ているそうな。アメリカ海軍の潜水艦レッドフィッシュは、第二次世界大戦末期の1944年1月に就役しました。同年7月23日、レッドフィッシュは最初の哨戒でルソン海峡方面に向かいます。このルソン海峡は石油輸送船団や、フィリピンへの増援輸送船団など、東南アジアと日本を結ぶ重要輸送船団が多く航行していました。このことからアメリカ海軍によって、コンボイ、カレッジ、船団大学、とあだ名され、アメリカ潜水艦部隊の格好の作戦場となっていました。戦争末期にはアメリカ海軍の潜水艦が多数配備され、多くの日本輸送船がここで撃沈されています。そのルソン海峡を哨戒中の8月18日、明け方。レッドフィッシュは潜水艦ラッシャーと共に、輸送船団が接近するのを探知。5時24分頃にフィリピンのバタン諸島出た、ウカ栄養丸を来撃したが、撃破にとどまっています。9月16日15時過ぎ、レッドフィッシュは台湾本島の最南端の岬、ガランビ、沖で行動中でした。日本統治下にあった台湾のこのガランビは、捕鯨基地であることや、日本最南端の風光明媚な土地として広く知られていました。そのため、切手や絵はがきが作成されています。第二次世界大戦時になるとガランビは、台湾の高雄市から、東南アジアの前線へ向かう輸送回路となりました。フィリピンやシンガポールなどへ、輸送船団が頻繁に往来することになります。そしてレッドフィッシュのように、アメリカ海軍の潜水艦などと戦闘になると、ほぼ撃沈されたという史実があります。そのため、第二次大戦の日本の敗戦の原因の根拠の一つ、として論評されています。そんなガランビ沖で行動中のレッドフィッシュは、日本輸送船団の中のタンカー、第二小倉丸、に向けて、魚雷6本を発射。このうち2本が船体前部と後部に命中し、第二小倉丸は3分で沈没しました。9月21日には潜水艦ピクーダと共に、フィリピンのバタン諸島を縫うように、南下中の日本の玉26船団を発見。玉26船団は輸送船9隻、護衛艦4隻と共に、フィリピンのマニラへと出港していました。玉26船団は8ノットの低速で進み、敵潜水艦の発見が難しい夜間は、小刻みに停泊しながら航行する戦術をとっていました。9月21日、ルソン島北端に到達した玉26船団は、航空機による援護も受けつつ、南下を開始。同日午前7時頃、護衛の航空機が敵潜水艦を発見して、制圧を試みます。ですがアメリカ海軍潜水艦ピクーダの来撃によって、輸送船、淡路丸、が撃沈されました。そして午前8時35分頃、逃走する輸送船、水穂丸、も潜水艦レッドフィッシュの来撃を受けます。右舷に迫る魚雷を発見した水穂丸は、面舵で回避しようとしたが、間に合わず被弾。水穂丸の船体中央の機関室などに魚雷を被弾。続けて船首の2番船倉付近にも魚雷が命中。水穂丸は自衛用の大砲で応戦したが、浸水による船体の傾斜が激しく、命中しませんでした。レッドフィッシュが撃った魚雷命中から、約5分後に水穂丸は沈没。日中で波も穏やかなことや、乗船将兵の多くが上甲板に出て涼んでいたことが幸いし、乗船将兵のうち4分の3が救助されました。それでも水穂丸の乗船将兵1316人と、乗員25、または81人が亡くなっています。続いて10月25日、レッドフィッシュは潜水艦バングと共に東シナ海へ出撃。この時の哨戒は台風の影響を受けており、有効な哨戒がほとんど行えませんでした。11月22日にようやく天気が回復し、まともな哨戒が行えるようになります。ほどなく潜水艦バングは、レッドフィッシュからの情報によって輸送船団の接近を知り、予想進路上に向かいます。そしてレッドフィッシュとバングは与那国島西方で、台湾から沖縄に向かう高206船団を発見。バングはレッドフィッシュと共に浮上攻撃で輸送船、天草丸、と、栄丸、を撃沈。レッドフィッシュも、宝山丸、を撃沈しました。
バングは7度に及ぶ攻撃で24本の魚雷を一気に使い果たしています。12月5日になると、バングはレッドフィッシュと別れ、40日間の行動を終えて真珠湾に帰投しています。レッドフィッシュはその後北上し、12月8日夜、長崎県の野崎沖でレーダーを使用し、日本艦隊らしき目標を探知。探知したこの艦隊は、戦艦、春名、従順洋艦、利根、駆逐艦3隻と共に佐世保に向かっていた空母、巡洋、を中心とする艦隊でした。レッドフィッシュは潜水艦シーデビルなどにこの、巡洋艦隊、の存在を通報し、自身も艦隊を追跡しました。巡洋艦隊は高速でジグザグコースをとっており、やや雷撃しにくい体制が続きました。ですがついに長崎県の野崎沖において巡洋艦隊は、アメリカ潜水艦レッドフィッシュ、シーデビル、プライスに同時襲撃されます。シーデビルかレッドフィッシュのどちらかが発射した魚雷2本が、空母巡洋の監視桃源中央部に命中。命中直後こそ巡洋は航行可能だったが、ほどなく爆発が起きて航行不能となります。レッドフィッシュはとどめを刺そうとし、旋回して艦尾の発射管から魚雷を4本発射。そのうち1本が右舷艦首部に命中しました。当時の巡洋には、沈没した戦艦、武蔵、の生存者を乗せており、彼らは、また沈没するのか、と慌てていたようです。また後方の駆逐艦、両月、なども、巡洋が転覆するのではないか、と懸念していました。ですが巡洋は攻撃を受けながらも、右舷へ30度傾いたまま微速航行を続け、佐世保への帰投に成功しました。巡洋への攻撃後、レッドフィッシュは再び南に向かいました。12月19日午後、浮上航行していたレッドフィッシュは宮古島近海で日本軍機を発見し、先行し身を潜めます。この時、フィリピン方面に航行中であった空母、雲竜を含む小艦隊がレッドフィッシュに接近していました。16時27分、レッドフィッシュは潜望鏡の視界内に雲竜の姿を捉えます。その2分後、潜水艦の存在に気づいたのか、雲竜はジグザグコースを取り始めます。これによりレッドフィッシュは雲竜の右舷側を見るような体勢となります。16時37分、レッドフィッシュは雲竜までの距離が約5400メートルと遠かったものの、雷撃を敢行、魚雷4本を発射。1分後、雲竜の右舷艦橋下に魚雷1本が命中。雲竜はたちまち右舷に20度傾き、やがて航行不能となります。レッドフィッシュは第2撃を駆逐艦、ヒノキに向けて艦尾から魚雷を4本発射したが、命中しませんでした。16時44分、レッドフィッシュは雲竜にとどめを刺さんと、魚雷を1本のみ発射。魚雷は最初の命中箇所の近いところに命中。そして16時50分に雲竜の火薬庫が爆発を起こし、17時に沈没しました。一方のレッドフィッシュは、撃沈直後こそ沈没する雲竜を潜望鏡カメラで撮影する余裕もあったが、その時、駆逐艦、ヒノキ、がレッドフィッシュの潜望鏡を発見。ヒノキに発見されたレッドフィッシュはすぐに潜航を開始。ですがヒノキの2度にわたる爆雷攻撃で重大なダメージを受けます。一度目の攻撃では12個の爆雷が投下され、全部発射管室の線刻が変形。二度目の攻撃は9個と少なかったものの、油圧系統を故障させその影響で音響装置が損傷。水密区画も損傷し、一人の乗組員が突然開いたドアに頭部を激突させ、その衝撃で耳がちぎれ飛びました。電池も亀裂が走り電気系統もダメになっています。ヒノキは最後に3個の爆雷を投下すると去っていき、レッドフィッシュは反撃を辛くもかわしました。とはいえ、レッドフィッシュはこれ以上哨戒を続けることは困難となり、哨戒は打ち切りに。その後の1945年1月2日、レッドフィッシュは64日間の行動を終えて真珠湾に帰投しました。真珠湾にしばらくいた後、レッドフィッシュは修理のためアメリカ東海岸のポーツマス海軍造船所に向かいます。修理完了後、再び真珠湾へ帰港。3回目の哨戒へ向けて全力で準備しまくっていましたが、結局終戦まで真珠湾に留まることになります。戦後の1951年2月には朝鮮半島に向かい、朝鮮戦争に参加。6月24日まで国連軍の支援の一部として横須賀沖で活動していました。さらにレッドフィッシュは2つの映画に出演しています。
一つ目は1954年に公開された、ウォルト、ディズニー海底2万マイル。架空の潜水艦、ノーチラス号、として登場しています。私はこの映画は見ていませんが、東京ディズニーシーのアトラクション、海底2万マイル、には乗ったことはあります。やっぱディズニー、ディズニーしか勝たーん。それはともかく、二つ目の映画は、深く静かに潜行せよ、です。レッドフィッシュは架空の潜水艦、ナーカ、として登場。これは太平洋戦争に参加したエドワード、L、ビーチ海軍大佐の実体験を元にした小説を映画化した作品でもあります。日本空母を狙い、映画にも出たレッドフィッシュの最後は1969年2月6日、潜水艦メドレガルの標的艦として沈められました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。動画の他に、リアルチート野郎シリーズ、っていうのも作ってるから、そっちもよろしくだぜ。詳しくは、説明文のリンクをクリックしてくれ。